さあ、じゃあ続きましていきましょうか、はい、エントリーナンバー4番さん、サコリッチさんです。どうぞ。静岡県住みます芸人サコリッチです。コント温泉旅行あきー、俺ちょっと後でお風呂入るから、うん、先に行って。いや、温泉絶対気持ちいいから、ちょっとみんなで行ってきなよ。あ、俺はマジでいい。俺ちょっと恥ずかしいから、なんかみんなの前で服脱いだりするの。うん、いや、ちょっと本当に本当に、いや、本当だから先行って。あー、そうか、うーん、まあ、分かった。まあ、で、ちょっと正直に言うけど、俺さ、腕バラ生えてんだよ。うん、いや、俺ちょっとバラが濃くてさ。そうなのよ。いや、だからちょっと恥ずかしいから。いや、いや、ちょっと、あ、ちょっとやめて、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっとやめて、あ、ちょっと、あ、あ、そう、胸バラも生えてんのよ。俺すごいバラが濃いのよ。あ、ちょっと、あ、あ、ちょっとやめて、あ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 、バランデーも生えてるの、束で。恥ずかしいから言って、本当にもうばらけて、みんなもうバラバラで入ろう、本当に。うわぁ、素晴らしい、サコリッチさん、はい、これなんだ、あの静岡の住みます芸人さんですね。そうですよ、我々の大先輩ですね。先輩ですよ、はい、まあ、今静岡の住みます芸人ですけど、はい、これも広島吉本に、あ、もともとね、一期生です。一期生、はい、先輩やったっけ。先輩ですよ。知ってたの。知ってました、あのコンビ時代、広島のコンビ時代から見てましたから、僕は。あ、昔はコンビだったっけ。コンビです。今もコンビですね、チューリップ、解散しましたね。あ、そうなんですか。あ、なんかすいません、勉強不足でごめんなさい、なんか解散しましたよ。あ、そうなんですか、まあ、コンビなのにピンで出すわけないやろ。そうよね、だからサコリッチなのか。そうやぞ、前迫さん。あ、そう、いや、でもありがたいですね、先輩が。いや、やっぱりあの、うん、芸歴が20年超えてんのかな、やっぱ。20年は行ってないけど、もうそろそろなるんかな。 ね、そんぐらいでしょ、うん、そうですね。やっぱお芝居とか上手ですね、一人コンビはね。しかもね、よくあるあるあるじゃないですけど、はい、あったじゃん、僕もあの小学校とか中学校の時、やっぱ腕が気になってさ、気になる、みんなとお風呂入るの嫌だなってあったんですけど、それをバラにしたという ね、 いいですね、意外性もあったし、はい、バランドゥね。そうですね、で唯一ね、唯一あのスタッフさんからも笑い声が聞こえたって。唯一っていうの、うん、今のところ。いやいや、ありましたよ、他のところでね。全くないよ、今のところ。いやいや、みんなサコリッチさんだけですよ。本当スタッフさんが笑ったのは。あったと思いますね。いや、ない。いやいや、あいつ号泣の時みんなヘラヘラしとったよ。失笑やろそれ。いやでもいいですね、はい、でも本当にああいうちゃんとしたネタはね、いや、うん、いいいいっすね、うん、いいけど、やっぱバラワン向きじゃないんすよ、やっぱり。しっかり作り込みすぎてたかな。そうですよね、荒くないもんね、うん、僕の中ではやっぱもっと荒いネタが、あ、好きっていうか、僕は好きですけどね、まあ、ただこの審査員長私ですから、私好みで選びますから。そうか、今だいぶ有利ですよ。あ、有利ですか、サコリッチさん。お、はい、すごいですよ、はい、前迫さん、はい、よかったですね、はい、はい、というわけでございます。じゃあサコリッチさんが今のところちょっと、お、ちょっと頭一つ抜けてますね。お、すごい、はい、いや、でもまあこれからまだまだ出てきますから、はい、さあ見ていきましょう、はい、では行きましょう、エントリーナンバー5番、福島マンさんです。どうぞ。ダリアリララ、ダリアリララ、ダリアリララ、ララララララ、愛する二人は離れていても寂しくはないさ、夜も朝もバラの鎖が二人をつなぐ、ああ感じる愛の世界を、空には明るい春の光が僕たち二人を今日から明日へ、イエイエイエイ、バラの鎖が二人を結ぶ、愛するこの世の幸せ。はい、素晴らしい。福島マーマンさん。福島マーマンさん、はい、
まあこれがバラワングランプリの何でもありっていう大会ですから。あ、そうですね、何でもありの。そう、バラに絡めてたらそういう歌でもいいし、うん、漫談でもいいし、うん、漫才でもいいしということでね、コントでもいいし、そうですね、今回歌初めて。あれはオリジナル曲なんでしょうか。オリジナル、え、秀樹さんの歌。あ、西城秀樹さんの歌なんですか。僕ちょっと世代があれやから分からんかった。そうだな、うん、秀樹さんの歌を歌ってただけですか。だけですか。モノマネもしてないですよね、別にね。あ、じゃあ本当に純粋にもう歌で、歌で勝負ということで。はあ。いや、でもこれスタッフさんが結構ざわざわしてたんですよ。なるほどね。で、何を言っとんかなと思ったら、みんな撮影うまいなって。そういうこと、ね、映像綺麗だな。あれはプロの方なんですかね、はあ、あの撮影のプロなんですかね。はあ、アカペラで歌っていただきまして、ねえ、斉藤秀樹さんの歌、はい、福島アーマンさんっていう、福島アーマンさん、はい、福島アーマンさんだから福島から応募してくださったのかな、違うのかな。あ、どう、え、福山、え、ほんまだね、福島アーマンってことは福島。あ、その辺ちょっと定かい。や、これでも分からないよ、本当おじさんだから普通に間違えたのかもしれないですよ。あ、福山アーマンの、福山アーマンを間違えて福島アーマンって、福山アーマンを福島アーマンと間違えて、その可能性あるよ。あるね。ああ、いやだってあのバラって完全に福山の、確か バラ公園のやつやな。バラ公園ですよね。そう、多分その可能性ある。いやいや、ボンミスすぎるよ。まあ、じゃなかったらすいませんね。すいませんね。じゃなかったら ね、ごめんなさい。だから勝手な想像でございますけど。歌上手でしたね。歌良かったですね。リュウジもよう歌うまいって言われるから。どうでした歌。声量もあった方だと思いますね。はいはい。ほんで、音程もしっかり取れてて、リズムも良かったかなと思って。うん、すごい。じゃあ一発歌っときますか、リュウジさん。なんで、なんで。なんか一節ぐらい歌っときましょうか。ね、はい、バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが。ありがとうございます。やったやったー、ありがとうございます。よかったよかった。うわ、もう大きな拍手を。気を使って拍手してる。いや、いいですよね。こういうのもありですから、バラワングランプリ、ね。そうそうそう、何でもありなんです。何でもありです。バラがネタに入ってたらね。はい、はい、というわけで、福島アーマンさんでした、ね。福島アーマンさん、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。じゃあ行きましょう。続きまして、エントリーナンバー6番、ブルボンさんです。どうぞ。よくねえわ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 。いいじゃないですか。じゃないよ。手抜きすぎやろ、あれ。本当よ。去年もね、出していただいて、ブルボンさん、はい。山口県の住みます芸人ですよ。そうですよ。で、去年は入賞したのよね。入賞しました。ね。ちゃんとしたネタでね。そうそうそう。そっからの今日で、だいぶ手抜いてるね。抜いたな。抜いたね、これ。だいぶすごい。びっくりしたね。ねえ、まあ、だから今その、まあ、コロナ禍でお仕事も意外と少ないですから、うん、やっぱちょっと舞台感とか鈍ってるところがありますよ。はい、鈍りすぎやろ、あれ。にしては。いや、でも、もう TikTok やん、あんなもん。まあ、そうですね。ね、TikTok 動画。TikTok 動画みたいな感じでよかった、ね。バラネタ言っても、バラを飛ばしただけだからな。いやいや、でもいいじゃん、バラが入ってるっていうのが条件ですからね。一番面白そうなことする格好なのにね。まあね、格好はね。格好は面白そうだったんですけどもね。はい、あ、でもいいですね、はい。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。30秒動画。短かったな。うん、だから本当に単発一発勝負っていうか、なんていうか、はい、短いバッカツンとね、こう飛ばしただけ、そうパッと飛ばした感じの動画、はい、最高じゃない。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ続きましていきましょう。エントリーナンバー7番